吉田さんは、京都府京都市左京区吉田神楽岡丘町に所在する、孤立旧。別名は、神楽岡丘や、神楽家丘であり、歴史的には、吉田山ではなく、神楽岡丘と呼ばれた。京都盆地北東部にあり、標高は105メートルである。東山36方に含まれるとされる、南北800メートル、東西300メートルであり、 周囲の平地より50から60メートル突出している。古生層を基盤とした鉱石層の丘陵である。北端は今出川通に面して旧街を成している。西端を花折断層が通っており、比叡山地から断層運動によって分離、隆起したとされる。西側斜面は吉田神社の境内であり、再六には京都大学吉田キャンパス本部構内が 今出川2を挟んで北六には吉田キャンパス北部校内がある。山頂には旧制第三高等学校の寮下紅もゆるの下避が立っている。山頂は都市公園として整備されており、大文字山を一望できる。南北には新聖極楽寺や今回光明寺がある。国語学者の吉田兼彦は藤原家の山と散々と対比させるように船岡山。 吉田山、並びが丘を平安系の葛野の山山と名付けている。一般に船岡山の正中線が平安系の中心線とされるが平安宮の大極殿は並びが丘と吉田山を結ぶ直線上にあり吉田金彦は並びが丘と吉田山が大極殿の位置の基準となったのではないかと考察している。平安系線との御りには宮山が陳をなすとあり、 この三山はいずれも孤立級である、船岡さん、吉田さん、並びが丘だとする説がある。吉田神社の社殿では、天照大臣が岩戸にお隠れになり、初心が神楽を奏した場所が如意がた家となった。その後、ことがち神と鴨のご祖神が、神よの楽を奏した場所が神グラ丘となったと言い伝えられている。類児国史には、延暦十三年に、官武天皇が、 高楽丘で漁をしたことが記されており、これが文献における神楽岡丘の書室である。平安前期の演儀式には、山城国阿多ゴ郡神楽ラ丘西北に壁キレ神を祭り、毎年4月に平白が届けられたことが記されており、現在は吉田神社の拙者である神楽岡丘社のことである。聖和天皇の大の上元元年には、藤原三院によって吉田神社が創建されたが、 縁起式神明朝の式内社には、吉田神社は含まれず、朝廷のぬさも存在しなかった。小白川法王の変による、両陣秘書には、吉田屋の木の根をるか山は安とて、舞踏みつかぐらをかかな、振り立てて、鳴らしかをにぞきこゆなる、かぐらの丘の鈴虫の声の二種がある。鎌倉木頃には、久家の三荘地となり、西恩寺工業の吉田泉殿などが知られている。 中世には、付近一帯が有料地となり、天皇家の領母も設けられた。太平記には、延元元年に、足利高氏の軍勢が神楽岡に布陣して、南朝方と戦ったことが記されている。室町時代の神楽岡は、最上所でもあった。吉田金友が吉田神道を体制し、その拠点となった吉田神社は、明治時代まで神道会で大きな権威を振るった。 この時期には産地の大半が吉田神社の深園だった。近世の吉田さんは名所地として認識されるようになり、庶民の遊び場として竹狩りなどが行われた。明治時代には吉田山における吉田神社の社地は縮小された。1889年にはアタゴグ吉田村が京都市に編入され、1922年に都市計画区域指定がなされると、 京都市の市街地下は、吉田山井等に及び、大文字のひど子を眺めることができる、東側斜面は高級住宅街となった。明治時代には山陸に、旧西大三高等学校が設置され、付近は学生の町となった。運輸業で財を成した谷川文次郎は、吉田山北東部を購入し、昭和初期に、茂安庭園を建設して、大規模な茶会などを催した。 谷川は吉田さんの登録に同いた武器の上質な借家群を建設している。同時期には南東部に吉田山荘が建設され、しばしばコンサートや展覧会などが催されている。ありがとうございます。